郵便車だよ。僕たちのお家はね、ここ郵便局。着いたよ、ガソリンスタンド。何に会えるかな。タンクローリー。ガソリンなどの液体を運ぶよ。そうだみんな、今日は働く乗り物のお家に遊びに行こう。やっほー、久しぶり。レスキュー車だよ。僕のお家はここ、消防署だよ。いないいない、いないいない。ばあ、会いたい、会える、働く車始まるよ。働く乗り物に会いに行こう。着いたよ、動物園。おいしそうなものを売ってるね。移動販売車。食べる。移動販売車。着いたぞ、警察署。何に会えるかな。やっぱパトカーだよ。みんなの町を見回りするよ。おっと、白バイが2台も。白バイ、警察用のオートバイ。白く塗られていてかっこいいね。白バイ、白バイバイ、いってらっしゃい。他にもいろいろな種類の警察車両に会えるかもしれないよ。やったね、工事現場に行ってみよう。どんな車に会えるかな。ショベルカー。地面を掘って土砂を運ぶよ。散水車。水をまいて汚れを落とすよ。ブルドーザー。土を押しながら進むよ。モーターグレーダー。デコボコを直すよ。タイヤローラー。水をまいて地面を固めるよ。ロードローラー。きれいな地面を作るよ。ホイールローダー。たくさんの土砂も素早く運ぶよ。ザー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 。ダンプカー。土砂をどっしゃり運ぶよ。かっこいいね。バス。決まった時間に決まったコースを走るよ。バス停に行ったら会えるかも。青いバスがやってきたよ。おやおや、体が長いね。2つの車体をつなげたバス。一度にたくさんの人を運ぶことができるんだ。ここは誰のお家かな。はーい、僕だよ。みんなをワクワクさせるね。ロードトレイン。着いたよ、郵便局。こんにちは、郵便車くんだよ。郵便バイくんもいるよ。郵便物を運ぶトラックもあるんだね。街の中で大忙し。クマさんマークは電気自動車。電気バイクもあるよ。こんな感じで充電をして走るよ。ビリビリ。みんなお家に帰ってくるから、郵便局へ行ったら会えるかも。ボトルカー。飲み物を運ぶよ。自動販売機のそばにこんな風にゴミ袋が束ねられていたら、道路脇で会えるかもしれないよ。ボトルカー。イベント設営会場へ行ってみよう。何に会えるかな。倉庫で荷物を移動するよ。フォークリフト。クレーン装置があるトラックだね。こっちに向かってきたよ。うわ、コンテナを積んでいるんだね。クレーン付きコンテナ車。コンテナが持ち上がっているよ。この力持ちは一体誰だ。運転席と操縦席が一つになっているよ。ラフテレンクレーン。なんと道路も走れるんだよ。かっこいいでしょ。みんなも見たことある。これはタイヤがもっとたくさんあるね。ク
クレーン車なんだけど、こんなに大きいのがあるんだね。空まで届きそうだよ。着いたよ、検察庁。会えたのは水色の綺麗な車、それから紫色と白色のバスみたいな車だね。これは機動隊輸送車って言うんだって。赤いランプが宝石みたいな形にカットされてて綺麗だったよ。みんなも本物を見てみてね。機動隊員を運ぶ機動隊輸送車でした。みんなの街の道路がこんな風になってたら、ヒヒヒヒー、オイラに会えるかもよ。やっほー、道路工事車。止まれって書いてある道路もこういう風に人が一生懸命書いているんだよ。完成。止まれを書く白い液体はね、とっても熱いんだ。湯気が出ているでしょ。クリーニング屋さんの工場だ。宅配車、衣類を集めたり運んだりするのよ。私の頭を見て、銀の棒が2本刺さっているのよ。ハンガーをかけられるようになっているんだって。これは木の箱みたいでしょ。人間が閉じ込められてしまった時、助けてって押すボタンがあるんだよ。タクシー、いつでもどこでも君をご案内。タクシー乗り場に行ったらタクシーにいっぱい会えるよね。カーキャリア、車屋さんに着いたよ。カーキャリアは車屋さんに行ったら会えるかもしれないよ。車を降ろすシーンを見られるかもしれないよ。慎重にゆっくり降ろすんだって。ふぅ、オッケー。緊急レッカー車、壊れて動かなくなった車を車屋さんまで運ぶよ。もう大丈夫だよ。何の音だと思う？あれ？救急車じゃないんだ。日本赤十字社へ行ってみよう。血液運搬車に会えるよ。血液を必要とするとこに運ぶよ。産業廃棄物収集運搬車。よく聞いてみて。ゴミを吸い取っているところだよ。浄化槽清掃車、浄化水槽のゴミを吸い取るよ。さっきのと似ているね。着いたよ。みんなが自由に使える自転車置き場、ここで会えるのはこの車。トラックの上に自転車をどんどん積んでいっているよ。みんながちゃんと好きな時に乗れるように、自転車のバランス、それからバッテリーの交換などをするお手伝いをするトラックだよ。ありがとう。みんなの街にも街路樹が植えられていると会えるかも。産業廃棄物運搬収集車、切ってゴミになったものを運ぶ車だよ。ツツジの花がいっぱい切られてるね。風で集めて、ほうきでさらに集めて、最後はちりとりで取るよ。ほら、トラックの荷台は切ったツツジの葉っぱや花でいっぱい。それじゃあ